き込め、火の、おお、まさか、まさか、ごめんなさい、最高の結果で落ちちゃいましたね。持ってないのが2つ落ちちゃいました。来ないかな。落ちた。いやー、ありがとうございます。嬉しい、とても嬉しい。ドリームフェス日野くんやっていきましょう。はい、トマです、こんばんは。結構みんな出てるみたいですね。まあ、あとそもそもピックアップが他のキャラ全員当たりみたいなもんですから、まあ誰が出ても、基本的には当たりってことでいいんじゃないでしょうか。まあ持ってたとしてもね、とつれたりもしますし、僕の場合で言うとジェンティーレ持ってないんで欲しいですし、ミサキもね、ミカエルもどっちも出ても突できるっていうところを考えると、まあ、あとは保存用というか技移植用とかでもね、取っておけるんで結構いいと思うんですよね。今回のドリフェスに関しては誰が来ても、なのでピックアップさえ来れば、まあ、基本的にはまあいいんじゃないかなというようなところで、まあできれば日野くん欲しいなという感じですね。はい、というわけで早速引いていってみたいなと思います。そして夢玉は200個チャージしてまいりました。うん、さて、見ていきましょう。そしてドリームフェス、こちら日野くんですよね。まあ、数値チェックの方はもう事前にやっております。ぜひ見てない方は引く前にですね、ご覧いただけると日野くんがどれぐらい強いのかというのが、なんとなくわかるかなと思います。うん、強いと思いますよ。やっぱり強いと思いますんで、こちらは全然日野くん出ても当たりだと思いますし、でジェンティレとかはもう全然まだまだ現役、そしてミサキくんももちろん現役ですね。でミカエルも現役という感じなので、現役キャラしかいないと。でまあ日野くんもおそらくこの後ですね、デバフッパーとかにすごい刺さっていくキャラクターになるんじゃないかなと思いますので、全然ありだと思います。はい、迷ってる方で、まあただですよ、ちょっと僕がすごい不安に思ってるのはこの時期のフェスっていうことですね。簡単に言っちゃうと、去年とかを考えると1月2月3月4月5月、まあこの辺の、まあ、周年前のフェスっていうのはやっぱりもう今はもちろんそうかもしれないですけど、すぐなんかいなくなっちゃったイメージあるんですよね。フェスのサリナスぐらいでしたかね、生き残ってたのが。なので唯一、まあ去年生き残ったのが1体というところで、その唯一の1人が日野くんなのかどうか、まあその辺はねちょっと分かんないですけども、数値チェック的にはまあ現状は強いというところですね。現状は使えそうっていう感じです。まああとは当たり報告、結構みんなサクッと引けましたっていう人も結構多かったので、で珍しく小堂さんもねサクッと引けてましたから、はい、やっていきましょう。僕もねまだ運が残ってれば出るはずということで、どうでしょう、金 1,2,3,4,5 出やすいのか。今回は5話はありますよね、さすがに。金5話チャンスの帯はないですけども、シュワルでしょう。うおー、シュワラなかった。こっからない。あーマジか、5はダメだった。幻想でしたね。はい、出やすいは幻想かもしれないです。出やすくなかったか。いやーマジか、僕結構出す気でいたんですけど。残り30連やっていきましょう。いきます、サクッといっちゃいます。出したい、頼む。みんな出てる、みんな出て1位はそっか、カルツ出しちゃったからな。カルツ出しちゃいましたもんね。しまって、うわダメだ。マジか、20連になります。よし、まさか。確か結構グループラインの方にもですね、みんな10連で出ましたとか20連で出ましたとか、そういうのも書き込まれてたんで、僕もね結構ワクワクしてたんですけど、20連何もなしですね。はい、戻ってきました。いつもの僕の引きが戻ってきたみたいです。頼む日野くん。うわマジか、一回も見せれない SSR、 もしかしてそれは辛くないでしょうか。
シュワって。わあ、ダメだ。いやあ、マジか。ちょっと待って、何が悪い？日野くんに合わせるのが悪いか。誰が出てもいいんだから、トップページにしておきましょう。トップページにお願いします。お願いします。お願いします。まあ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 、あの強いけど、まあそう、うん、そうだね。はい、頼む、なんか出てほしい。あ、マジか。これはいかん、これはいかんぞ。つらいね、つらいね、これは。頼む、頼む。よかった、よかった。あるよね。頼む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 、ピックアップ頼む。うわ、どこ、マジでどっかで割れるってことだよね。これ割れないパターンとかある？ないですよね、さすがに。ピンク出てましたし。どこどこどこ、ここ、日野くん、ヒヤー。青い信号は走り出したら止まらないぜ。青いくん、青いくんいらっしゃい、青いくんいらっしゃい。はい。あ、まあニュー出ましたね。あ、まあこの青いくん、どうでしょうね。技海外と一緒に使わなきゃいけないかったと思うんで、確か、はい、技海外ちょうど3人とかだったんじゃないかなと思います。まあ強い、まあその OMF とフォワードキラーでしたかね、確か。まあその辺が乗れば、はい、そこそこ数値出るんじゃないかなとは思うんですけど。そういうことを言ってるんじゃないよ、そういうこと言ってんじゃないよ。はい、もうちょっともう夢玉なくなっちゃいましたので、まあ僕ここまでしかできないんですけども、残り6日間ワンチャンどうですかね、日野くん。うん、もう一回狙うかな、どうだろうな。まあもうちょっとあのみんな取れてるんでね、あの実戦のチェックとかを見ながら考えたいなと思います。はい、ダメでした、僕は全然ダメでした。いつもご視聴ありがとうございます。そして4000人、登録者ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。それではまた。